はい、どうも皆さん、やすおです。今回はね、ちょっと小腹が空いたなとか、おやつにもぴったりのね、一品、ちょっと見つけたんでね、それ作ってみたいと思います。使う食材は、はい、うどんでございます。うどん。これをね、どう調理するかというと、揚げるんです。はい。フライドうどんに挑戦したいと思います。ね、まず、水を入れた皿とかでもいいと思うんで、ちょっと入れた、水に、うどんをね、このように入れます。入れてね、ちょっとね、水でほぐします。はい、このようにね、ほぐれました。はい、そしたらね、こういうビニール袋を用意していただいて、うどんを中に入れます。この時に水は少し切り目でね、入れた方がいいと思います。はい、入りました。今日はね、2種類の、フライドうどん作ってみたいと思います。まず1個目は普通に塩だけをね、まあ、パーッとたくさん振って入れちゃいます。はいと。そしたらね、この中に今度は小麦粉を入れます。はい、小麦粉は大さじ3から4杯入れちゃっていいです。塩はね、小さじ2分の1杯ぐらいですね。こんなもんでいいです。よいしょ。あとは振って、よいしょ。とりあえずこれは、もうこんなもんでいいでしょう。はい、次こっちはね、塩コショウで味付けしてみたいと思います。はいと、これでできました。ね、180度の、油にね、そしたら、今度はこの、振ったね、このおうどんをね、いざ投入していきたいと思います。いけ、いくんだ。ズドーン。はい、よっしゃ。うん。なんか、いいね。あっち。これでね、あとは、お好みの色になるまでやってください。僕の予想だとね、外はカリカリしてて、中はもっちもっちって感じだと思います。うどんなんで。うどんって弾力あるじゃないですか。なんで、ね、そんな感じじゃないかなと思います。はい、ね、こんぐらいでちょっと揚げてみたいと思います。よいしょ。あ、やべえ、やべえ。しっかりこうやって油をね、切ってね。よいしょ。すっげえな。山盛りだぞ、これ。よし。はい。こんな感じで。できました。こんな感じ。はい、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 はい。こっちが塩でちょっと、早めに揚げたやつですね。こっちが塩コショウでちょっと長めに揚げたやつです。で早速で、ね、食べていきたいと思います。はい、ではね、早速塩の方からね、いただきたいと思います。もう全部つながっちゃってる。よいしょ。いただきます。うまい。これはね、非常に美味しい。ね、この早めに揚げたやつは、外はちょっと、少しね、サクッとするぐらい。サクッとして。中が、うどんの弾力があって、もちもちもちとしてますね。はい、では今度、塩コショウの長めにやってみたやつ。ああ、熱い。熱い。いただきます。うまい。長めにした方が、よりサクサクしてますね。
短めだとはちょっとサクってしてもち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 で、こっちはサクもちもちな感じですね。フライドうどんとっても美味しかったです。本当に作り方も本当に簡単なんでね、ぜひ皆さんも作って食べてみてください。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。PC の方はこっちにある登録ボタンをクリックしてください。スマホやタブレットの方は下の登録ボタンからどうぞお願いします。 Twitter フォローもぜひお願いします。リクエストなどどんどん寄せてね。バイバイ。